どうも。今回ね、ほんまは、まあ、前予告してた通り、まあ、レイプと禁止相関について、喋ろうかなと思ってたんですけど、これ、ちょっと動画の背景に、背景の動画についての、ちょっとね、解説をしておくと、この動画の背景は、僕と前紹介したグラスの2パーティーで、フルパーティーと戦ってきた動画なんですけど、そのフルパーティーのメンバーっていうのが、まあ、全員じゃないんですけど、一人、まあ昔、一人ってか、一人かな、わからんけど、把握してるのは一人なんですけど、まあちょっとビフィのこと煽ってた人がいたんですよね。この、まあ、ピカちゃんって人なんですけど、今この下に僕の画面で映ってた人ですね。もうすぐ出てきますわ。これ。もうショットガン使ってるやつ。こいつが、なんか煽ってきてたんで、ちょっとやり返します。やり返しますっていうか、まあこの、もうやり返してきたんですけど、もうこれ、結局試合の結果言うと、まあほぼダブルスコアで勝ちます。後半とかマジで、一生スレッシャー出てたんちゃうかな、このグラスと二人で回して。で、ね、前半は結構いい勝負してるかもしれないんですけど、まあ前半途中ぐらいからかな、もう、なんですか、これほんまにフルパカみたいになってくるんで。で最初あいつショットガン使ってるんですけど、ピカちゃんね。途中から多分、魚になるかな。まあ僕の予想では、いきなりオプレッサー対談ちゃうかなと思ったんですけど、そんなことはなかったですね。よかったです。んでね、あ、そや、ここで確かね、結構試合が均衡してたんで、まあ B が取れてるんですけど、まあ、安定させたかったっていうのもあって、まあグラスがまあ今死んじゃったんですけど、まあ長屋取って、で僕が3番上取って、でまあ長屋の入り口、まあ、裏の入り口にワイヤーを置いてまあ通らせないようにするっていう感じで固めてましたね、2人で頑張って。で、確かここでスレッシャーまで貯めたいなと思って、確かずっと停滞してたような気がする。結構なんか、選択来るんですよね、多めに。まあ、パーティーでやってないと、まあ、多分長屋の方取りに来た方が良かったと思うんですけど、結構なんていうんですか、バラバラに動いとったんで、最初勝てると思ってたんですよね、これ。バラバラに動いてたんで、結構楽にキルスト貯めれて、まあ、あ、ここで貯まりましたね、スレッシャー。この試合結局、グラスと2人で、まあ2回ずつスレッシャー回して、まあ後半とか一生そらスレッシャーが飛んでるみたいな感じになってたんですけど、まあ、前半は見どころあるんちゃうかな、結構。前半の方が面白いと思いますね。後半はマジで一生キルス出てるだけなんで、面白くないかもしれないです。で、まあ僕、結構なんていうんですか、煽り合いとか好きじゃないんですよね。こうあんま望まなくて煽り合いみたいなやつ。で、まあだから放送とかで悪口言っても、まあツイッターでなんかいきなり、なんていうんですか、いきなり晒したりっていうのは僕、あんましてないっていうかまあ、してないかな、してないと思うんですけど、ちょっと向こうから今回言われて、それも、この相手のピカちゃんって人ね、一回じゃないですよね、確か僕らの悪口っていうの。一回まあ晒したぐらいで別に何も言わないですけど、確かワラツーの時、なんですか、僕ら一回シップメントで、負けたんす、負けたっていうかまあ、この人らじゃなくて、違うパーティーに負けたんですけど、その違うパーティーが、ツイッターに上げた写真を、引用リツイートして、なんか、介護官のやつに負けてるんねんけど、みたいな。お前らに俺一回負けたことないねんけどなって思いながら、まあ見てたんですけど、まあなんか、そういう、なんていうんですか、自分が勝ったわけでもないのに、なんかマウント取るような発言してきて、で、まあ僕その時もうビクビクしてたんですよね。もうどんだけ強いんかなと思って、まあこの戦う前もね、まあ僕戦ったことあったかな？あったかなかったか、まあ覚えてないんですけど、この人。初めて戦ったかもしれないです、この試合がね。で、まあ、もうビクビクしてたんですよ。もう、こんだけ言うねんから、もう、どんだけ強いんやろうなと思って。まあね、もう、戦ったこともないのに煽ってくるくらいだから、もう、相当の自信があるんかなと思ってて、まあ、結構、ほんで、なんていうんですか、八度見界隈の人全員を煽るようなことも言ってたんで、僕らと一緒にね、僕らっていうかまあ、ビフィと一緒に、八度見出てくれはった人のことも、なんか、前、ワラツの時か、煽ってたりしてたんで、ちょっとなんかね、もうビビってたんですよ、ビクビクして。もう、そしたらもう始まったらこれですよ。まあ今ね、点差も30点ぐらい開いてますけど。ね、結構、あと、動画の音声、小さめにしてるのは、ちょっと暴言が出てしまったりするとこがあったんで、小さめにしてます。これ後半っすね。後半確かこれ、初期旗取ったらキルスト溜まるから乗りました。で、じゃあまあ、そんなもんするか。
話したいのはそんなぐらいなんで、あと適当に試合の解説みたいなのしていこうかな。まあだから、まずあれか。まあ、この試合っていうか、まあこの相手について思ったのは、まあ、強いにやって煽ってもいいけど、強くないにやって煽らんといてほしいなってことですね。別に敵全員煽ってるわけじゃなくて、これ敵のあの、1位の人、煽ってるだけなんで、ピカちゃんって人ね。うん。他の人は、何も思わないでください。別に僕が嫌に思ってるとかそういうのもないんで、特に。はい。まあこれ、後半エイリスやったんで、あれですね。とりあえずシートって、このマップ3点取りしたら、結構固めやすいんですよね。ずっと、基本、ずっとっていうかまあ、味方が敵のリスポーン見ない限り、一生弾薬で湧き続けるんですよね。弾薬ってC の奥のね、C の通路の奥のとこね。湧き続けるんで、まあ、とりあえず3点しようかって言って、もう3点してますね、これ。味方が結構、まあ、優秀で、この3パーティーやったんかな、味方が。まあ結構優秀で、ここでもうスレッシャーまで溜まってるんで、結構安泰って感じですね。味方もあんまり突んないんかな、多分これ。あ、突ってたな。まあまあまあ、そんな、リスポンめっちゃ変えまくるほど突らなくて、で、結構やりやすかったですね。でまあ、グラスに、まあ C の3番ぐらいに入ってもらって、まあ、C 押さえてもらってって感じですね。まあ A は僕が見てって感じでやってました。まあ、2人でやってるとそれが一番やりやすくて、3番と今僕がいる場所付近うろちょろしといたら、まあ B に来た敵は別に3番からも僕の場所からもできるんで、あとは A と C を2人で守るだけなんですね。結構簡単でしたね。まあ、いつも僕トルクとか使ってた、まあ前半トルク使ってたんですけど、まあ前半の途中に書いてたんかもしれないですけど、僕気づかなかったんですけど、後半始まるときにスコアボード見たらゼロに変わってたんで、まあトルクやめて、アジャックスに変えましたね。アジャックスだったらとりあえず旗一人でも取れるし、まあ守れるしって感じで、結構使い勝手良かったですね。あんま今まで使ってなかったんですけど、ゼロ出てから使うようになりましたね。まあ、ここら辺でもうあれですね。もう今まあ見てもらったら分かると思うんですけど、ダブルスコアついてますね。確かこのまま3点で終わるんちゃうかな。終わりますね。はい。じゃあ、これぐらいで終わります。お疲れ様です。ノラですら KD。